けれたけれ心を殺すことある。今回の動画は神奈川県の山さん通信さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。お願いします。え、橋本さん今何歳で何してる人なんですか？今現在は22歳で会社経営しながら大学生しながらアルバイトしてます。学生起業家みたいなことなんですか？ああ、いや大学生は今年からなったので。え、さっき起業してて。さっき起業して大学生になったんですか？そうなんです。今年の春、大学1年生になったので、もう丸々4年遅れて大学入ってて、そうです。で、学費を稼ぐためにアルバイト。じゃあ、はい、三足のわらじぐらいやってるってことですか？あ、もう本当、そんな感じですね。会社は何の会社なんですか？会社は、取り扱ってるものは IT 業に当たるんですけど、心理カウンセラーさんと相談したい方をつなぐプラットフォームの開発運営をしていて、で、かつ、自分自身でも、カウンセラーとしてお話を伺ったりとかしてます。はい。そう、心理カウンセラーの、仕事もしてるんですね。そうです。出身地はどこなんですか？出身地は大阪府大阪市です。お、でもここら辺が地元みたいな感じですか？あ、もう、はい、そうです。どんな家族構成の中育つんですか？父、母、で、年子の兄が一人いるんですけど、うん、小学3年生、4年生の頃に両親が離婚して、うんうん、で、その後間もなく兄も家出をしてるので、うんうん、もう私のこの22年の半分は母と2人で暮らしてます。家出っていうのは、小学生で家出って、なんか失踪するってことですか？そうですね。その結果的にはもう今は失踪みたいな、本当そんな感じなんですけど。そんな失踪しちゃいたくなるような環境だったんですか？うん、私と兄、さほど環境の変化はなかったと思うので、私としてはそんなにこう過酷だったりとか貧しいとか、そういうわけではなかったんですけど、まあ、一家の唯一の男性として結構思うところは、うん、いろんな方面に向けてあったんじゃないかなとは思ってて、でもその家出の理由とかを、未だにこう誰の口からも聞いたことないですし、もちろん兄からも。なので、未だにわからないです。お父さんのこと何のあれで離婚しちゃったんですか？もともと父が北新地でバーを経営してるバーテンダーだったんですよ。自営業っていうこともあって家庭を養わなきゃいけないっていう重圧からくる精神的な乱れだったりとか、まあ経営難にも陥ってたみたいなので、そういうところで多分母とこう喧嘩が増えて別れてしまったのかなとか思います。でお母さんは離婚後、何日で働いてその生計を立てるんですか？もういろいろしてたと思いますね。なんか明確に覚えてるのは、朝早くから夜遅くまで働きに出てたので、うん、母は。なので結構いろいろ頑張ってくれてたんじゃないかなと思ってます。え、一人なんですか？それ基本は家に。あ、そうですね、はい。夜ご飯も小学5、6年生ぐらいからほぼ一人だからですか？そうですね。もともとその母が朝のお仕事に出かけて、で夜のお仕事に出るまでの間一度帰宅して晩ご飯は作っててくれるんですけど、うん、まあ基本それをレンチンして食べてとかっていうような生活でしたね、ずっと。え、じゃあ夜中とかもずっと一人なんですか？あ、そこまで遅くはなかったですけど、うん、でもまあ母が帰ってくるのは10時とか11時とか、うん、それぐらいだった気がします。学校とかはどうだったんですか？普通に行かれてるんですか？学校は、中学校が私不登校になって、うん、で、ほとんどもう3年間行かなくて、で、高校は普通に行きました。中学校が不登校になっちゃった理由は何なんですか？友達とあまり馴染めなかったりとか、そういうのもありましたけど、うん、ただ一番は、その、中学1年生の時に、
同じクラスメイトに、うん、重度の発達障害を持ってる男の子がいて、うんうん、でその男の子に付き添ってる養護教員の先生がいらっしゃったんですけど、うんうん、その方が授業中ずっと寝てはったんですよ、うんうん、仕事中だしましてやその障害を持ってる子を置いて仕事を放棄してるっていう姿に私は結構その当時衝撃的というか、うんうん、こう学校って勉強するところというよりは人との関わり合いだったりとか、うんうん、その教師っていう大人のお手本を見て自分の将来を想像するところだと思ってたので、うん、なんかそういった姿を見て結構幻滅しちゃったんですよね。大人の社会ってこうなんだって思って、でもそれを担任の先生に言ったんですけど、それで結構改善するかなと思いきやちょっとあしらわれてしまって、なんか注意しとくねとだけ言われて改善されず、でいよいよそれがもう何日も続いたんですよ、ずっと。で私現行犯で逮捕してもらおうと思って、その先生を、はい、授業中に校長先生のところに行って、今その先生が寝てるので一緒に来てください、一緒に確認してくださいって言って現行犯逮捕しようかなと思ったんですけど、橋本さんは周りが見れて偉いねとか、クラスメイトのことを思えて優しいねっていう風に丸め込まれてしまって、うん、でなんかそれがその大人って子どものこう意見告発とかじゃなく大人をかばうんだって思って、うん、それが結構私はショックで、でそういう大人の人たちから学ぶことなんていやないかなと思ってもう3年間行かなくなりました。それが中学1年生の時の話です。すごいですね。そう、そのいじめとかそういうことじゃなくて、いやでも確かになんかいじめとまではいかないですけど、馴染めなかったりはしたので、まあその同い年の子同士、生徒同士でも居心地の悪さっていうのは感じてたっていうのもあります。なるほどね。不登校になったらずっと家にですか？フリースクールとかは行ってました。あ、フリースクールってどういう場所なんですか？その不登校の子だったりとか、まあ、わけあって学校に行けない子が集まって勉強したりとか、うん、あとはそこに行くと出席日数を稼げるので、うん、一応卒業したりとかその高校進学するのに多少は有利になるよっていうところです。内申になるんですか？ね、あ、そうですそうです、はい、うん、でもそこでも結構一悶着あって行かなくなりました。それなんで、なんで見つかっちゃうんですか？お恥ずかしい話なんですけど、本当にその上の方というか目上の方に対して結構意見を言ってしまう性格で、うんうん、そこにフリースクールに、ボランティアで来てくださってた当時大学生ぐらいの男の方が2人いらっしゃったんですけど、その方たちの言動だったりとかがこう不登校になってる生徒に対するものとしては結構デリカシーに欠けるというか、配慮に欠けるようなものだったので、それを注意したら結構こう喧嘩になってしまって、そこでもまたちょっと折り合いがつかなくて。もうそう、心ない声が聞こえてくるんですね。うん、そうなんですよ。バイトですもんね。まあそうですね、多分ボランティアなのでお金も出てないと思います。そうそう、お兄さんが失踪っていうのはお兄さんどういうストレスのもと失踪してたんですか？その両親が離婚してから母にパートナーがいたんですよ。私はあんまり何とも思わなかったですけど、でもその当時って小学4年生5年生とかの私たちが、うん、母親が女になるっていうその一面を、私は女だから性別は女性として理解はできたけど、こう男の子の兄からしたら結構母親が女になるっていうのが当時では受け入れがたかったんじゃないかなと思っていて、もちろんそのパートナーさんもその方はその方でいろいろ問題のある方でしたけど、パートナーとの問題があるとどういう問題があるんですか？その兄が家出してから、そのパートナーの方が結構うちに来ることがあって、うん、で例えば母がシャワーとかを浴びてる時、お風呂に入ってたりとか、うん、トイレに行ってたりとか、その母のパートナーさんが2人になる時に性的虐待を受けまして、うん、でその当時って私小学5年生とかなので、うん、今自分が何をされているのかってその当時は本当よく分かんなくて、うん、でも今思うともう立派なそういう性被害に合っていて、具体的にはどういうことをしてるんですか？体を触られたりとか
そういうことを無理強いされたりとか。胸だとか、腹部とかも触ってくるんですか。そうです。さすがにその最後までってことはないですもんね。でもそうですね。それぐらい近しいことには、それはお母さんやっぱ言えないもんですか。そういうことされてるとかっていうのは。そうですね。これ不思議なんですけど、何をされてるのかよく分かってない割に、なんか言っちゃいけないみたいな、その自制心がストッパーがかかってしまって言えなかったんですよ。いけないことされてるんだろうな多分みたいな感じ。そうそうそう。ズボンを脱いでとかもするんですか。それとも触るだけですね。そのパートナーさんはパートナーさんで自分で自己完結する、私の体を触って。え、でもそれって見てるんですよ。そうですね、見せられました。それでもなかなか衝撃的な。そうですね。状況としてはお母さんとその人は同棲してるわけじゃないですか。あ、同棲はしてないです。たまに来るおじさんみたいな感じで。そのパートナーとは、お母さんどれぐらい違うんですか。結構付き合いしてたイメージがあります。1年くらいは。最初パートナーですって紹介された時はそういうことはなくて、いいおじさんでいてくれた時期っていうのは結構長かったので、本当にそういう行為をされたのはもうずっと後の話です。でも一回切るやめてくれるんですか。もう一回結構継続的にというか 2,3 ヶ月とかは優にあると思います。でも 2,3 ヶ月後から亡くなった理由はあるんですか。それとも、あ、お別れしたのかな。もういらっしゃらなくなったんですよ、その方が。それは小学校の時ですか、ね、そうです、はい。中学ぐらいに思い出すんですか。あ、大人のいろんな性のことを学んでたりですね。そうですね、本当におっしゃる通りで、自分のされたことって性被害なんだ、性的虐待なんだって知って、年を重ねれば重ねるほどその意味の深さが分かって怖くなるものです。それ分かれば分かるほどちょっと男性嫌悪ってなってくるんですか。その同年代の人の男の人もちょっと嫌だなとか。今になってあの時あの行為は怖いものだって思うんですけど、男性に求められてるっていうことが、皮肉にもその自分の支えになってた部分は少しはあって、こうお父さんお兄ちゃんがいなくなって次に来た男性に私が答えられることがあるんだっていうのが自分の肯定感を満たしてしまったんですよね。なので自分が答えられることがあるって分かった時には、10代後半とか18歳19歳の頃は逆にすごく性に奔放になってしまって、こうそういう風にしか性的な価値しか私にはないんだと思って、こう不特定多数の男性と関係を持ったりとかするようになって、本当あの頃って自傷行為みたいに肉体関係を複数人の人と持ってて、でもそうでもしなきゃ生きられなかったと思ってて、その当時はまだまだ自分の価値に気づけてないというか、その自分自身で思い込ませてるだけなんですけど、自分にはそういう性的な価値しかないんだってなんか思ってしまって、そういう時期もありました。ハリスクール行った状態で、進学はどうするんですか。進学は幸いにもその迎えてくれる高校があったので、高校は普通に進学して定時制の高校でした。高校では普通にお昼の時間に通っていて、で自分で部活を立ち上げたりとか、こう何か0から1を作るっていうのが多分昔から好きだったので、自分で部活を立ち上げて高校3年間はずっと部活動をしていて、でアルバイトもしたり、でその高校卒業後は留学するって中学生の頃から決めてたので、その資金を貯めたりとかってしてました。定時制は別に不登校になったとかしなかったんですか。はい、あ、もう全然本当楽しい時間でした、ずっと。なるほどね。でそこからどうなってくるんですか。高校卒業してすぐに向こうの語学学校に留学したんですけど、アメリカのニューヨークに、学校自体は半年で、その後ちょっとバケーションとして1ヶ月ぐらいいて、まあ計7、8ヶ月ぐらい向こうにいました。ここで語学を学んで、何になるつもりだったんですか。語学ともう一つダンスの学校にもちょこちょこ通ってて、向こうの本場のダンスっていうのを学びたいと思って、そういうパフォーマンスで何かしたいと思ってました、その当時は。
帰ってきて、はい、何するんですか？その後私のまたこう好きなことが変わって、哲学が好きになって、うんうん、ドイツ哲学が好きだったんですよ。ドイツ語でじゃあその哲学書とかを理解したいって思った時に、じゃあドイツに行こうと思ったんですよ。そのタイミングで父方の祖母が亡くなってしまって、でその通夜で父が倒れてしまって、で元々はその両親が離婚してから、少額ですけど父もそのお金を渡してくれていたので、その支えがなくなってしまったっていうので結構この生活が苦しくなってしまったんですよね。でそんな状況で留学なんてしてる場合じゃないねってなって、一旦そこから1年間ぐらいフリーターの時期がありました。もうずっとアルバイトで。毎日生活するのにいっぱいいっぱいだったので、母との生活を支えるために働いてたっていう感じです。でもその19歳の時に働いてた職場でセクハラを受けてしまって、で結果的にそれも一つの要因として精神疾患を、うつ病を発症してしまうんですけど、でもそれが20歳の2020年の1月の話です。はい。うつ病はどうやって分かったんですか？どういうきっかけで病院に行こうとか。その当時お付き合いしていたパートナーと何気ない喧嘩を、もういつものこう小競り合いをしてた時に、なんかおかしいと思ったことがあって、こう震えが止まらなかったり涙が止まらなかったりしたんですよ、うん、なんかこれはその喧嘩によるものというよりかは何か他に大きな要因がありそうな気がして、で明らかに本当様子がおかしかったので、それが喧嘩してたのが夜なんですけど、その翌日すぐパートナーと一緒に精神科に行って、うつ病ですっていう風にその診断されて、っていうのも私中学生の時に一度その精神科に受診してるんですよ。それが人生で初めて精神科を受診したタイミングなんですけど、自分の心の変化だったりとか危なさっていうのは割とあの人よりは気づける方だったんじゃないかなと思っていて、で受診したら案の定っていう感じでした。精神病とともに起きてきながらも一応働きはするんですか、普通に？いやもうほとんど2年間働けなくて、でもこの2年間の間にその起業もしてるので、まあ極端に全く働いてないっていうわけではなかったんですけど、でもこうちゃんとお金を生み出せるまでには至っていなかったので、まあほとんど働けてないに近しい状態だったなと思います。お母さんとの2人暮らしをそのうつ状態を続けると どういうふうになってくるんですか、その家の中というか。家のことは母がしてくれていたので、もちろんその当時19歳でフリーターで働いてる時っていうのは私が家賃を払ってたんですけど、それも申し訳ないですけど母にお願いしていて、そういった生活面とは別に私の精神的な面で一人で過ごすことができなかったんですよ。精神疾患を患ってる当時って夜になるとその過去の、まあ、性的被害だったりとか、19歳の時働いてた職場でのセクハラだったりとか、もうすごくフラッシュバックするものが多くて、で一人で過ごしているとそのうつの他に私結果的にパニック障害と乖離性障害っていうのを患ってしまったので、そのパニックの発作が出てしまったりとかして、一人でいれなかったので、当時お付き合いしていたパートナーに自宅に来てもらって、こう3人で暮らすような感じの日々を過ごしてました。なるほどね。ちなみにセクハラ被害って具体的に何されるんですか？働いてたのが売り子をやってたんですけど、基本給はあるんですけど、その成績に応じてこう追加でもらえたりとかするお仕事だったので、で私はその幸いにも成績を上げることができたんですけど、それに対して先輩のスタッフさんとかにぐちぐち言われたり、まあその当時いじめもあったんですけど、そういうところで私が結構苦しい立場だったんですよ、その職場で。でそれを見かねたその店長というか雇い主の方がこう慰めてくれるようにこう一緒にご飯行ったりとかっていう時間があったんですけど、そこで私その方のこと信用してしまって優しいなって思ってしまって、である時いつも通りお食事に行ってたら無理やりそのお食事のホテルに連れて行かれて、
いやいやもうなんて言ってその交わしてたんですけど、うん、それは本当鮮明に覚えてますけど、その自分でするから見てくれと言われて、60近いおじさんだったんですけど、自慰行為を見せられたりとかで、別の日には事務所の方に呼び出されて、うん、でこれナズナのために買ってんって言って、うん、その大人のおもちゃを見せつけられて、うん、でそれを体に当てられたりとかして、こういうの好きやろうとかなんかそういうの言われたりとか、それで結構精神的にやられてたと思います。僕の子ですか、一番辛かったですね、あの職場は。怖いから逃げれない。今おっしゃられたように、うん、逃げなかったのかとか嫌って言わなかったのかって、本当被害やってる女性皆さん言われることだと思うんですけど、うんうん、その時って本当そんな言葉も出ないというか、うん、なんかびっくりすぎて思考が回らないっていうのもそうですし、うん、やっぱり怖いっていうのもあるし、私の場合はその雇い主さんだったから、今突き放してやめてくださいって強く言ってクビにされたらどうしようとか、うん、まあ、母との生活があったからこそそういう強く出る勇気はなくて、私の悪いところというか弱いところなんですけど、うん、その性的な自分の価値っていうのがすごく低くなってた時期ではあるので、うん、そう求められることに対して答えなきゃっていう使命感じゃないけど、なんかそういう気持ちもあったりして、あんまり強く断れなかったです、うん、向こうは嫌がってないように見えちゃうから持ってきちゃうんですか、なんだと思うし、ちょっと嫌がってるっていうそのちょっとが逆にスパイスになってしまうじゃないけど、興奮材料になってたのかなって、すごい気持ち悪い話なんですけど、そう思います。自分のことを守ってあげれなかったです、その時は。その自尊心が極端になかったので、うん、私の中に。なるほどね。セクハラ運動の耐え続けちゃった期間はどれぐらいなんですか？セクハラが始まってからそのお店を結果的に辞めるまでは1ヶ月ぐらいでした、うん、辞めるっていうのはちゃんと一応辞表を出してるんですけど、普通にも飛ぶっていう形で辞めるんですか？辞めた日も結構印象的で、休憩しようと思ってこう裏に行って、うん、あったかいお茶を入れてたんですよ。でその入れてる間にお手洗いに本当1分2分離れただけなんですけど、戻ってきたらそのお茶カップの中にティッシュが詰められてて、このティッシュが私の飲もうとしてたお茶を吸ってるっていう状態があって、うん、ちょっとこれ耐えられへんわと思って、うん、その時にもう更衣室に駆け上がって、もう泣きながら服着替えてもうやめますって言って、その時にもう飛び出しました。もう何もちゃんと話もせず、うん、それはそうですよ、そんな気持ちありますよね。それでそのままその違う仕事に移行できるんですか？多分その後フィットネスジムのアルバイトをしてたんですよ、うん、でもそこも働いて割とすぐにその精神疾患を発症してしまったので、うん、でその後コロナが起こったので、うん、割とそこからは働いてない期間は長かったですね、うん、フィットネスジムに行きながら、はい、ま、やっぱあんまその心の状態が良くないなみたいな思って、うん、病院に行くってことですか？そうですね、今思うとその当時って本当に不安定だったなって思うんですけど、具体的に言うと双極性障害なんですけど、私の持ってた鬱っていうのは、ただその最初診断を受けた病院とは別のところで長期的な治療に移ったんですけど、そこの病院移ってからはパニック障害、乖離性障害っていう、うん、まあもう2つ診断を受けたっていう感じです。どういった時にそのパニック障害が発症するっていう感じですか？性的な目を向けられたりとか、例えばそれがいじりとか、うん、そういうカジュアルなものであっても、その当時はすごくこう過剰に反応してしまって、うん、そういう言葉を言われるだけでもなんか涙が出てきてしまったりとか、そのパニックがゆえに外に出れない、もう一切出れない、人目につきたくない、人に見られたくないとかっていう思いがあって、だから人と近くなるようなこう電車とかも乗れないし、パートナーに対してもこの嫌悪を感じるようになってしまって、私にも理由はあるんですけど、
19歳の時に不特定多数の方とその肉体関係を持つ、それで自分の存在価値を見出すっていう生き方をしてたからこそ、カウンセリング治療とかを受けていく中で、そういった自分の弱さだったりとか情けなさ、汚いと思ってしまったんですよ、自分で自分のことを。で、それまでって特定の男性に求められることっていうのはすごく嬉しかったのに、その当時ってそのパートナーにももう求められるのが嫌というか怖かったりとか、その汚い自分に触れないでほしいとか、なんかそういう思いがあって、パートナーともそういう体のコミュニケーションがなくなってしまったりとかっていうのもありました。その特定多数の人と関係を持った時にはそれは発症してないってことなんですかね。そうですね、パニックとかはなかったです。その18歳19歳の時って嫌とすら感じる余裕もなかったんだと思います。多分嫌だけどそういうことしなきゃ生きれないから、セックスしないと生きれなかったんですよ。その快楽に依存してるわけではなくて、人に求められることがないと生きれなかったから、それがパニックになって、大好きなパートナーとのその行為を拒否するっていうのはすごく悲しいし、相手にも悲しい寂しい思いをさせてしまったと思うんですけど、でもこう嫌って思えたことは少し進歩したってその当時は思ってましたし、今もそう思います。さっき言ったその不特定多数を生むのは別にいいとも思ってないんだけど、そうでもしなきゃいけなかったっていうのは、自己肯定感みたいな意味合いってことなんですか。そうですね、本当にそのもともと誰かの役に立たないとっていう使命感は幼い頃からずっとあって、やっぱりそれはそのプラマイゼロじゃなくてプラスにしなきゃっていう、なんかそういう脅迫観念みたいな強い思いがずっとあったからこそ、それが不特定多数の男性に対しても私は考えるようになってしまって、この人はご飯をご馳走してくれるけど、じゃあご飯をご馳走してくれるってことは私も何か返さなきゃいけない、じゃあ私に何ができるんだろうって思った時に体で返すとかっていう発想しか、もう本当私の情けない話なんですよ。でも本当そういう考えしかその当時はできなかったし、自信がなかったんだと思います、自分に。じゃあそれに乖離性障害っていうのはどういう症状なんですか。はい、もう本当簡単に言うと二重人格って呼ばれるもので、記憶のない状態、自分の人格がもう一つできてしまう、うつ状態で、でフラッシュバックとかしてパニックになる、でパニックになった末に人格が乖離してしまう、でその乖離した自分が暴れたりとかこう危険な行動をしてしまうっていう状態が結構頻繁に起こってた時期も長くて、でその末にパートナーから聞く話で言うと2度自殺未遂をしてるんですけど、その一度目は薬の大量摂取で、もう一つは自宅のベランダで首を吊りました。それを見つけてくれたんですか。そういった危険な状態になってるっていうのを、その時パートナーはお仕事だったんですけど、その LINE で伝えてたんだと思うんですよ、私が。でその危険を察知した彼が戻ってきてくれて、でちょうど戻ってきたタイミングで私がベランダで首を吊って、でもその扉も開いてないし、彼がその近くにあった、もうほんと街の誰のかわからないけどはしごを借りてベランダにかけて登ってきてくれたみたいで、で間一髪その死に至らないところで助けてくれて、でその救急搬送されてとかって感じです、でもじゃあそのそういうグラングランの中でも別れずに付き添ってくれたというか、あの寄り添ってくれたってことですか。そうですね、そうですね、うん、大変ですもんね、それね。大変だったと思う。もう今は別れたんですけど、でも私だからその精神科の通院とかカウンセリング治療とかを去年2021年の12月に退院したんですよ。で今年からは結構その大学にも行けるようになったし、アルバイトとかこうこうやって活動の幅を広げられるようにはなったんですけど、多分それを見てじゃないけど、その本当彼が私を支えてくれたほとんど2年間本当大変だったと思うので、
お別れるっていうのは彼から言われたんですけど、もう私も感謝しかないので、本当彼がいなかったら今生きてないと思うので、無理に引き止めもせず、うん、お別れしました。回復を兆しはどういう風な感じに見えてきたんですか？前はその本当にしんどい時は精神科の受診は月に2度で、カウンセリングは1度で、薬は毎日飲んでたんですけど、そういったものも徐々に徐々にそれぞれ回数を減らしていけて、でその昨年末のタイミングで全てゼロになくても大丈夫っていう状態になったので、一人でも外に行ったりできるようになったこと、電車にも乗れるようになったことっていうのがあって、うん、大丈夫だなって今は思ってます。お母さんのパートナーそこされたっていうのは、お母さんに一致のタイミングに伝えたとかあるんですか？私未だに母に直接言ったことなくて、でもその起業してすぐ間もなくというか、ニューヨークタイムズさんに取材のご依頼をいただきまして、その時当時コロナ始まったばっかり でそのコロナと女性の自死、まあ、自殺だったりとか、そういうメンタルヘルスっていう問題の中で私を見つけてくださった方が取材をしてくださって、そこで初めて私第三者の人に語ったんですよ、性的虐待の話を。でそれが初めて世に出たことで、でも多分それを母も見てるとは思うので、その時に初めて知ったんじゃないかなと。それになんかこう二人で喋るってことはないですもんね、別にね、一時ね。ないですね。あ、でも最近私が酔っ払って帰ってきて、で今新たにちょっと物を書くお仕事をちょっと始めたんですけど、そこでその昔のことを今書いていて、それこそ性的虐待を受けたとかっていうその当時の話を書いてて、でこれってすごい体力いるねんっていうのを酔っ払って母にその話してた時に、私もまあ感情的になってたんですけど、それに対して母がその辛くなるようなら無理せんでええねんでみたいなことを言ったんですけど、しんどくなるって言うけど、いやしんどいもんはしんどいんだから仕方ないじゃんみたいな、なんかちょっと言い合いをして、でその時にいやお母さんがその性的虐待のことを知ってたかは知らんけど、あの時すごい辛かったみたいなことを今しか言えないなって思ったから、そういうことを言ってみた時に知らんかったよって言ったんですよ、お母さん。だから、まあ、多分それは嘘ではないし本当に知らなかったんだと思うし、その知らんかったって言った母の声色が結構その辛そうだったので、母も苦しんだんじゃないかなとは思います。起業しようと思うようなきっかけはあるんですか？2020年の12月にサービス自体は立ち上げたんですけど、そこに至るまでに精神科心療内科っていうところには割と近しい立場にはいて、そういうところに偏見とかもないですし、どちらかというと当事者なので、その当時からもその精神科の予約ってすごく取りづらいっていう状況にはあって、でかつその診療代が高い、でカウンセリングは保険適用外なので、その診療代とかお薬の処方とは別にカウンセリング代が5000円6000円実費でいるっていう、そういう状態が私の中学生の時からあって、でその20歳うつが発症した時にまた再度精神科に通うようになってもなおそういう状況だったので、あ、これはいけんと思って、その特にその時ってコロナだったので、こう心を病む人も今後どんどん増えてきちゃうだろうなって思ったし、私自身が働いてないのにその収入がないのに出費は多いっていう状況がすごく苦しくて、その状況をなんとかできないかなと、自分自身がこういうサービスが欲しいと思って始めたのが私のそのサービスで、私が立ち上げたサービスは比較的安価にカウンセリングを受けれますよっていうものを作ったのが最初です。そういうカウンセリングをインターネットで、はい、マッチングさせるってことなんですか？そうです、そうです。今の、まあ、ご時世もありますけど、オンラインカウンセリングが多くて、遠方の方、遠方のカウンセラーさんとも一応 Zoom だったりとかでオンラインはできますし、もしそのお住まいがお近くだったら
対面でカフェとかで行っていただくこともできるっていうサービスを立ち上げました。すごいですね。そこまで別にだってその言ったら社会人歴で言うとまあ1年もないでそういう状況になっちゃったっていうことで、そうですね、そこから会社立ち上げようっていうのはね、しかも詳しかったさ、そのウェブとかそのなんていうか、あのアプリとか全然全然、アプリを開発してくださってる方は私ではないの で、 別で、そうなんですよ、 IT っていう分野はその方に教えていただいたので、うん、私はただただその事務作業だったりとか、まあ、広報なんていう広報もできてないですけど、そういったこととか、まあその自分の考えだったりを発信するっていうところに注力してやってきました。カウンセル登録してもらうカウンセラーさんみたいなのを広報して探すとこ、はい、そうですね、その始めた当時はインスタとかツイッターでカウンセラーってついてるアカウントの方に DM を送って、こういう活動を始めたのでご登録お願いしますとかって言ってやるようにしてました。それ安く紹介できる理由としては、はい、オンラインだからっていうことがあるんですか？オンラインっていうのもそうですし、そのカウンセラーさんって一定以上の資格が必要だったりするんですよ、うん、でその幅がカウンセラーって狭くて、だから資格取っても活躍できないっていう、うん、その消費者サイドで言うと価格が高いとか予約が取りづらいっていう問題がありましたけど、カウンセラーさんはカウンセラーさんで資格取っても使えないっていう状況、そういう問題があったんですよ。で消費者さんには安く、手軽に使っていただくっていうのと、カウンセラーさんにも付加価値としてその資格、心理系の資格さえ持ってればもう何でも大丈夫っていうので敷居をすごく低くしてて、なので有資格のカウンセラーさんとプラス、例えばその資格を取るために今勉強してますとかっていう、その全然社会人の方でもそうですし、で心理学部に所属してる大学生の方っていうのもカウンセラーとして登録できるようにしてて、もちろんそのプランというか有資格者さんとは別にはなりますし、金額安くなる、そうですそうです、活動の幅もちょっと狭まってはしまうんですけど、そういうふうに差別化を図ってるので、カウンセラーさんの窓口も広くしてるっていうところが大きいかなと思います。その事業を立ち上げて、はい、一件一件 DM とか送ってその人たちを登録してもらってってやったら、ニューヨークタイムズの取材が来たってことですか？ニューヨークタイムズさん自体は多分私のノートをずっと書いてたので、うん、そのノートを見てくださって、私の活動を含めその人生というか経験っていうところでお話をいただいたっていう感じです。そうなんですよ。母の彼氏の性的虐待みたいなことまではいかないけども、あ、でもそれも書いてます。でもノートは結構過剰書きというか、それこそ今こうやってお話ししてることっていうのは、例えばノートにも他のメディアさんにも言ってないことをこうやってお話ししたり、取材の時はそういう風にお話はしてるんですけど、ノートはあくまで本当過剰書きだったりします。その当時のもうなんていうか、私のその心の整理なので、ものを書くっていうのが、うん、っていうので使ってたりするので、うん、あんまり公的な文章ではないです。でもそれがなんかまあ目に留まってってことですよね。そうですね、海外の嬉しい限りで。え、そうか、学校に行くってのはやっぱそうか、心理学を学ぶためにってことですか？そうです、特に犯罪心理を主に学んでいて、うんうん、っていうのも立ち上げたそのサービスっていうのが、うん、割と放置型でこうずっとパソコン見てなきゃいけないとか様子を見てなきゃいけないっていうわけじゃなかったので、割と余裕があるなと思ったんですよ。で今後のキャリアとかを考えた時に、じゃあ何したいだろうって思った時に、犯罪者に対するカウンセリングっていうのをしたいなって思ったんですよ。加害者になる人ってもともとは家庭環境だったり両親からのその対応だったりの中で被害者だったケースって結構多くて、親から暴力受けてたっていうパターンって結構多いんですよね。でそれっていろんな犯罪にこうつながると思ってて、そういったところを見直してカウンセリングするっていうのが今の日本社会には必要なんじゃないかと私は思ってたりするので、でなかなかやっぱりカウンセリング自体がまだ日本に馴染んだ文化ではないので、私がその会社を経営するにあたってカウンセリングカルチャーを作りたいっていうのが一番の信念というか掲げてることなので、もっともっとカジュアルにカウンセリングを受けれるような社会にしたいと思うと、割と長期スパンになるなぁと。なのでこう不安定な収入で
ギリギリを攻めていけるよりもやっぱりアルバイトして多少安定してた方が、はい、暴力を受けてた経験が犯罪者にっていうふうなことをおっしゃってますけど、はい、ご自身はさっき言ってたお父さんからみたいなことは受けたことあるんですか？そうですね、父から暴力を受けたこともあって、その父がそのバーテンダーだったので、でお酒は好きだけど得意な人ではなかったんですよ。だから酔っ払って帰ってくることがあって、である時その酔っ払って帰ってきた父が母に殴りかかった日があって、未成人男性1人相手には子供2人だとちょっと太刀打ちできなくて、結果3人まとめて殴られてしまうとかっていう日もあったんですよ。それでまあ私もその DV を受けて育ったタイプなんですけど、でも私がその解離性障害を患ってた時に、私の暴れてる状態を抑えようとしたパートナーに対して抵抗する形で私も殴ったり蹴ったり噛みついたりっていうことをしてた時期があるみたいで、私の人格にもそういう暴力性ってあるんだって思って、父に殴られた日のことを思い出すとすごく腹が立つし、すごく悲しいし、でも私がしてしまった、この体でしてしまったことだからって思って、それがすごく自分でも苦しくて、うん、そういうメカニズムをなんか解きたいっていうのもあって犯罪心理を学んでる。そういうのってなんで遺伝しちゃうんだろうとか、今後はどうなっていきたいとかあるんですか？自分の経験とかを発信していきたいっていうのもありますし、一緒にその考えていきたい精神疾患のことだったりとか、その家族関係、人間関係、幼少期の親の対応、子の対応っていうのがどう作用するかとかっていうのもそうだし、なんかそういった発信活動とかをしていきたいっていうのもありますけど、あとはそうですね、その犯罪心理を学んだ上で犯罪者に対するカウンセリングで、最初はその刑務所とか留置所とかで処遇カウンセラーっていう、その犯罪者に対するカウンセリングができるカウンセラーさんにまずはなった上で、今の現状何が必要なのかってわからないと思うので、それを見て犯罪を犯した方が出所した後の更生プログラムの支援だったりとか、そういう風な活動もしていきたいなと思ってます。勉強するの好きなんですか？ね、あとその学歴だけ聞いていくと、中学校ほぼ行ってない、はい、フリースクール行ってて、はい、高校の定時制の高校に行ってて、うん、勉強が楽しい、勉強が好きって思うようになったのは本当最近の話で、それこそ精神疾患を患ってからすることがなかったので、ずっと家で本読んだりとかしてたら、なんか自分の知らないものに触れるって楽しいなって思うようになって、そこからです。勉強したことも、ちょっと回復してたっていう感じもあるんですか？それもあると思います。そう、心理学のそういう書物とか読んで、自分の状態を知ることで回復につながったのはあると思います。はい、あると思います。ありがとうございました。はい。はい、頑張ってください。ありがとうございます。気をつけて。はい、ありがとうございます。した。